山本も一郎10月8日から1978年5月13日は日本の陸軍軍人政治家。最終階級は陸軍少将。陸士31期、陸大38期。参議院議員。和歌山県出身。農業、製紙業、山本亀吉の4、男として生まれる。五条中学校卒を経て1919年5月。 陸軍士官学校を卒業。同年12月、不評少尉に任官され、不評第38連隊付となる。1926年12月、陸軍大学校を優等で卒業した。1928年3月、陸軍省整備局付勤務、整備局会員、イギリス駐在などを経て、1933年3月、陸軍兵基本省付に発令され、 ジュネーブ軍縮会議日本全権団随員となる。1934年3月、整備局会員に就任、整備局付などを歴任し、1935年8月、陸上秘書官となった。1938年7月、軍務局会員となり、1939年8月、不評大佐に進級し不評、第二十八連隊長に就任。 1940年10月から北品方面軍参謀となり太平洋戦争を迎えた。1942年3月、教育総幹部第一課長となり、1943年3月、第16軍参謀兼軍政幹部総務部長に発令され、同年8月、陸軍少将に進級した。1944年11月、 第16軍参謀長兼ジャワ軍政官となり、終戦を迎えた。1946年4月、戦犯容疑により逮捕され、1949年12月、オランダ軍裁判で無罪判決を受けた。1950年3月に帰国。1965年7月、自由民主党から第7回参議院議員、通常選挙の全国区に立候補し当選した。 1971年6月、第9回参議院議員通常選挙で再選されたが、1977年7月の第11回参議院議員通常選挙には出馬せず、引退した。この間、参議院沖縄及び、北方問題に関する特別委員会委員長、第2次、田中角栄内閣第1次改造内閣の農林政務次官などを務めた。その他、 軍人恩級連盟全国連合会長、自民党和歌山県連顧問、日本インドネシア協会顧問などを歴任した。ありがとうございます。